痛いな。武器持ってない人を狙うなんて卑怯だぞ。皆さんどうも、ドイヒーです。今日はフォートナイトやっていきたいと思います。でもエイムが全然うまくならない僕、それなら無理して攻撃せずに逃げ回ってビッグロイを目指したらいいんじゃないのかな。なんだその考え方はよ。だから今日は武器を持たずにプレイしたいと思います。まあまずはどれぐらいの実力なのか普通に武器ありでやってみたいと思います。そこまで上手くないのでまずはちょっと離れたところを目指します。左に宝箱が見えるけど届かなそうだから一旦右に行きましょう。まずは武器をゲット。敵が来てなきゃいいけどね。なんか音がしたぞ。敵じゃないのか。まずは敵の位置を把握するのが大事だよね。また音がした。近くに絶対いるな。足跡が聞こえて近いな。でも敵の場所が分かってないのはやばい。こっちか。いないな。じゃあもしかしたら後ろか。いた。撃て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 。よっしゃー、やったぞー。スイッチにはエイムアシストっていう機能があるからそれで倒せたのかな。なんとか倒せてよかったよ。でもダメージ食らってんのはやばいな。今敵に会ったら一巻の終わり。早くアイテム探さないと。回復アイテムはなかったけども、ここに焚き火があったぞ。これで一旦回復だ。完全に股間焼いちゃってるよ。美味しそうに焼けたフランクフルトができちゃうよ。体力回復してるけども普通焼けてダメージ食らうけどね。そんなこと言ってないで戦いに集中しろ。回復できたし行きますか。でもこういう高いところって降りるのが怖いよね。でも落ちてやられたりしたら飯馬だよね。あー早く落ちてやられたい。やられたらダメだろう。降りれそうな場所探してるけどもどこも無理そうだよ。どうしよう。なんかあっちに紐みたいなのがあるな。あれで下れたりできるのかな。なんか文字が出てきたぞ。ってことはこれに乗れるのか。でも乗ってる最中この紐切られたら真っ逆さまに落ちるんだろうな。そんなのホラーゲームの展開だろ。周りには敵はいなさそうだな。こんな UFO キャッチャーの状態目立ちまくるからな。周りを気にしながら円の中を目指そう。上で待ち伏せされてるかもしれないから気をつけないと。と言いつつ下も注意しながらね。円に到着。まずは隠れれる場所を発見したいな。この建物にまだアイテムがあるぞ。ってことは敵はまだ近くにいないのかな。まだ敵はいないと信じて近くの建物の中に入ってみよう。いきなり敵なんか現れたらびっくりするからぶっちゃけホラーゲームだよね。あ、まだアイテムがある。ってことはここには敵はいなさそうだな。美味しそうなクリームソーダいただきまーす。ってこんなに飲んだら腹壊すよ。よし、これで何発撃たれても大丈夫だね。無敵になるわけじゃないぞ。ここに宝箱があるぞ。いい武器出てこい。またクリームソーダかよ。あ、でもすごいいい武器出たね。やった。それじゃあクリームソーダおかわりいただきまーす。ってこんなたくさんの量の炭酸飲んだら絶対お腹壊すよ。ゲップ出まくりだよ。ゲップで攻撃することになっちゃうよ。何わけわかんねえことずっと言ってんだよ。あとはスナイパーライフルもゲットすることができたぞ。いい拠点だったけどももう少し真ん中を目指そうかな。このでかい木に隠れながら周りを伺おう。あそこにいそうな気がするんだよな。なんか今音しなかったか。でも足跡は聞こえないしな。周りにも見当たらないな。気のせいか。もしかしたらお化けの声が聞こえるようになったのかな。また音がしたぞ。どこだ。やっぱりお化けか。あ、あそこにいる。こっちに気づいてない。今のうちだ。やった、二人目やっつけれることができた。怖いけども次の円を目指すか。ありがとう。あの木、あの遠くに見えるのは弾なんじゃねえのか。よし狙ってみよう。外した。当たった。でも弾は壊せれないか。なんか温泉みたいなの湧いてるな。わあ、上上がっちゃった。何してくれてんだよ。めっちゃ目立つじゃん。今ので敵にバレたかもしれないな。どうしよう。
戦ってる音は聞こえるな。ちゃんと相手の位置を把握しないとな。建物に隠れたいな。まずはこのちっちゃい建物の中に逃げよう。敵が見当たらないからこっちの大きい方に移動だ。すぐにドアを閉めて周りの状況を確認しよう。音が聞こえるから敵は近くにいそうだよね。ちょっと様子を見るために外に出てみようかな。敵はいないかな？大丈夫か？先に居場所バレたら損だからな。あそこに建築があるな。あ、敵がいた。ここから狙えるぞ。あー、外しちゃった。もったいないな。やっぱりエイム下手くそだった。敵に居場所がバレたらどうしよう。なんか音が聞こえるな。近いのか？わ、敵だ！撃たれた先生！ああ、やられちゃったよ！こっちの方が先に攻撃しだしたのにな。相手の方がまだまだ体力ある。武器選び間違っちゃったかな。というわけで僕の実力はこんな感じ。もっと下手であってくれよ。中途半端だわ。エイムが無理なんで武器なしで次を戦ってみましょう。次は思いっきり先に行った端っこに行ってみようかな。ここまで飛行機乗ってる人あんまりいないでしょ。はい、人里離れたところに到着。ここから武器も持たずにビクロイを目指すぞ。素材はガンガン集めていきますが、建築はしていきたいので何もかも壊しまくれ。僕は破壊神だ。なんか撃たれたぞ。ここに敵いんのかよ。もうクワで戦うしかないって、やっぱり無理だよね。素材めっちゃ取られてる。僕が一生懸命集めたやつ。笑い事じゃないよ。早くやられすぎ。さあリベンジだ。次は早めに降りて遠くまで行ってみよう。奥に見える船を目指そうかな。なんだこの赤いの、トマト島かな。変なのがあるね。って木の上に乗っちゃったよ。だいぶ手前で着地しちゃったよ。これは向かってる間に誰かが先にたどり着いてるかもね。まだ誰もいないことを祈って下に降りていこう。どうやら敵はいないみたいなので素材をガンガン集めましょう。目の前のものは全て破壊。破壊神だ。なんかストレス溜まることでもあったのかな。このつけてるマントがダサいってみんなからバカにされて大暴れ。それぐらいのことでこんなに暴れるなよな。素材だけじゃなくて回復系のアイテムはゲットしていこう。これにエイムは関係ないからね。武器は取れないけども宝箱開けてみよう。ドデカクリームソーダもらえるかもしれないからね。全然クリームソーダないな。どこら辺に自販機ないかな。そしたらクリームソーダ買うのに。普通のクリームソーダ飲んでもシールドつかないよ。周りを気にしながら次の場所を目指すかな。一旦この小屋の中に入って身を隠そう。ってあっちも開いてんの？全然身を隠せれてないじゃん。むき出しだよ。建築をして蓋をしておこう。これで OK。武器がないってことは建築が重要になってきそうだよね。でも僕全然建築したことないからな。それでどうやってビクロイを取るのか難しそうだな。この中に隠れてたけどもそろそろ縁が近づいてきそうなので逃げますか。うわぁ、逃げ遅れてダメージ食らい出しちゃったよ。最悪だ。もうちょっと待ってください。お願いします。あ、お願いしたら止まってくれた。お願いしたからなわけじゃないよ。ダメージ食らっちゃったよ。でもこの時のためにちゃんと包帯を持ってきてたわけだからね。で、全回復にはさせてくんないのかい。あじゅっぴじゅっぱー。もうこれ以上ダメージは食らいたくないので次の円の中を目指す。でも建築の跡があるからな。ここら辺に敵いそうだよな。十分に気をつけて移動しよう。こことか隠れれていいんじゃないの。一旦ここに息を潜めよう。すごい音が聞こえてくるよ。めっちゃ近くにいそうで怖いよ。武器持ってないから見つかったら終わりだからね。頼むから見つからないでくれ。かくれんぼみたいな状態だな。足跡めっちゃ近いんだけど怖すぎ。
円がすごい近づいてきてる。でもまだ足音聞こえるから下手に動けないよ。一旦この中でダメージを食らいながら包帯で回復しよう。頼むから敵いなくなってくれ。でもこのままだと回復が間に合わなくなりそうだ。どうしたらいいんだ。やっぱり円の中に入るしかない。この外に敵がいないのを祈るだけ。よし、円の中には入れたぞ。急いで隠れて。そして包帯を巻くんだ。回復することはできたぞ。こっからどうするかだな。とりあえずまた円の中には入らなきゃいけないな。思いっきり走れ。走れよりももう祈れ。敵いないでください、敵いないでください、敵いないでください。この上には敵はいなさそうだな。一旦ここで建築をしよう。壁を作って身を守るんだ。よーし、下手くそだけどもなんとか作ることができたぞ。ギリギリ円の中に入ってそうだな。ここに隠れて1位を目指そう。相手が円から外れてダメージを食らってやられる。それを祈る。ただそれだけ。この目の前にあるのは何なんだ。うわあ、すごいジャンプしちゃった。最悪だよ。あそこにずっと隠れようと思ってたのに。こうなったら上を目指そう。上の方が有利だって聞いたことあるからな。まあ武器持ってたらの話だと思うけど。上に上がってって、クリームソーダも発見。これでビクロイも近づいてきたな。そして上に上がりながら次の円を目指そう。ああ、落とされてやられちゃった。メシウマ、結局4位で終わっちゃったよ。でもよく検討した方だよね。よく頑張ったと思ったら高評価お願いします。やっぱりエイム鍛えてビクロイ目指した方が簡単かな。また次回お楽しみに。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。